かのために、あの、準備するいつか、こういう時は来ると思うかも。だってこれ買ったらもう出なあかんでしょ。いや、出なあかんっていうか、なんか活用せんともったいない。最初もなんかそれで、サスペンダーを置き、あれ買ってきて一回それで、持ってるのとやらなきゃってだけ少しずつ当てて、今日もだいぶ、あとちょっとこうついといこう。あ、そこ一応も持ってるやつおんの。一応は持ってますわ。あ、あんの。あ、でもあの、あっちさんの短い倉庫も持ってる。あ、ダメじゃん。ダメじゃん。あの、ストックをあの木風に塗り直す。うん、で、ナムセの時もなんか短かったやつは見たことあるような気はする。ゲストじゃあ、ジャケット着たらこれぐらいかな。久しぶり。いや、動画前回来たんいつやったっけよ。5月ぐらいには来たんやったっけ。あんまりあれですね。行けなかった気がします。これだって。うん、これこれこれが一番典型的な。誰でも特殊部隊でも一般本兵でもみんなが使ってる一番いいやつ。でもな、アホカリとか行っても、ってやつおんで。あ、そうなんですか。どう見ても昔からやってそうやし、ほんまにそれでええと思ってんにゃみたいな。それこそ LC1 ピストルグループしとったりとか。レプリカのナイロンのスターリングのマガジンポーチしてるやつも昔見たことあるしな。俺が人の装備にケチつけたことあるのは、ベトコンの格好で作った電動の AR18 持ってたおっさんには、それはおらんやろって思わず言ってしまったって。ほんならその人も、やばいないですかね。まあそういう人いつも来る人なんやけど、その装備のマニアっていうよりも、こうエアガン作ってきはる人やねん。作ったと使いたい。そうそう、そうやからこう、みんなが持ってへんやつを作ってくんやっていう感じやから、まあちょっとそこの講釈までなかなか、まあまあ年代的にはアリエル10年か AR18 って50年代に作ってるから。あ、そうやけど、あれ商売的に成功せえへんかったから、あんまり世界中にばらまかれてないんや。それが北ベトナム側に回ってるかっていうと、あ、そう、ちょっとっていう。100歩譲っても米軍の特殊部隊が持ってんのがええとこちゃうかなみたいな。まあそれも見たことないけどな。それだからそっちに通さへんやと思うね普通。これやんかな。はいはいはい。だからこれはだからこの下になんかこう釣れるように。ああ、寝袋のやつとか。感じですかね。まあそんとこないように。そこに突っ込んであっただけやん。
してねえのも仕方がない。勝手に今まあ、うん、多分。なんで申し訳ないのか高く買ってよ。皆さん、今日大島さんも来てくれるんで、みんな叩いてくださいっていうのがここの限界ですよね。いや、まずは奥さんの分がいるんちゃうかな。なんとか、興味ないんだよ、勝手に、ここに、こっちには。興味ないんだよ。でも、その代わりなんか、あのウォーリアーの装備欲しいのがいってるんで、そっちも高いし、ね。僕に合わないね、健康は。あ、そうなんですよ、アイスクリーム。ここに線、この箱の中まで見て、高くってよ。どうぞどうぞ。マガジンポーチのストラップをここに。多分エックススモールぐらいないかな。少ないんだ。エックスモールいくつもなかった。中にあるんですか。そう。何でもいい。どうぞ。何でも、何でもどうぞ。そう。言うと。これちょっと綺麗めなやつで。何をあなたはって言うこちらも何をあなたはそうですね、できたことがね、できたことがね、できたことがね、ネードってこれが正解ですか。いや、これ、そう、レモングレネードかな。ちょっと立てっぽいよ。なんで味見方がいいの。俺もなんかみんなつけてるのちょっとこの形違うよ。みんな売り込んで、みんな嬉しい。友達いっぱい売り込んで。市川くん、これ何すればいいの。どういうグレネードか、グレネードか分かんないね。連れてきてくれ。え、中華 BX にあるって。大丈夫、大丈夫、大丈夫、いろいろ大丈夫。番号7番ね。7番だよ、7番よ。書き忘れた。あ
や。